夕方六時の日刊生放送、もうすぐ始まるよ。六つの鐘が鳴ったなら、私のおしゃべりが始まるのです。ちゃ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 。ということで、今週最後の生放送ですね。無事に始めることができました。昨日は、まあ何と申しましょうか。いかんせん、読んどころのない事情がございまして、日刊生放送を金曜日放出することができなかった。大変じくじたる思いをしておるところなのでございます。なんでこういう感じなんですかね。なんかこういう感じにして関西アクセントで喋ってると、この髪型とかメガネの風貌と相まって、どこの評論家の先生かなみたいな感じで見えたらいいのにな。評論家はダメですよね。評論ばっかりしたってね、物事は前に進みませんから。やっぱり物事をやる人が一番上ですよね。物事を実際にやってガッカッと動かしていく人が本当は一番上でして、もう評論家なんかはもうゲのゲということになるわけでございますが、それはさておき、今日は本屋さんに行ってですね、イラストエッセイですかね、本人がイラストも書いてエッセイも書いてる、まあそういうジャンルが確立されてるんですかね。一番最初は何、ちびまる子ちゃん、ピーヒャラピーヒャラパッパパララピーヒャラピーヒャラ踊るポンポリンってね、ピーヒャラピーお腹が減ったよパッ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 パーってね一番最初の替え歌もあれちびまる子ちゃんのテーマソングだったかな。ラジオで聞こえてきたのが、なんかぐる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 脳内で離れないので、思わずそれの替え歌で、夕方6時の日刊生放送とかってね、語っちゃったわけですけど、ちびまる子ちゃんを書いたさくらももこさん、さくらももこさん、なんかももこの缶詰とか、なんかそんな、タイトルで、イラストエッセイ、何エッセイっていうんだっけ、とにかく絵も本人だし、文章も本人。ね、いいですね。芸達者な人もね、いろいろできて。で、イラストエッセイ、ちょっと違ったかもしれない。何エッセイって言うんだかな。私が今日目についたのは2冊の本があって、私のこの短期記憶のメモリーがですね、なかなか、こう他のことをやってると記憶ってこう、押し出されるんでしょうね。こう作業台があって、その上でこれぐらいの広さだってこれぐらいの広さで、いろいろ作業するように。そうすると他の作業が入ってきますよ。どん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 。優先順位が後のものは、後ろにね。外出先にて、ご尊願のみ、拝しています。ダブルさん、ご丁寧に恐れ入ります。このジェスチャーで分かっていただいたでしょうか。ダブルさんのですね、ご丁寧なる、お断り書きですね。外出先でご尊願のみ拝しておりますとかって言われておりますけど、あれですよ。その、一つは、そう、記憶容量がちっちゃいので、万全には覚えてない、もう骨格というか芯の部分しか覚えてない。一つはですね、どこどこ水族館のなんとかかんとかってイラストは覚えてるんですよね。その水族館の職員さんがモップをかけてると。で、横にプールのような、プールのような、そこに魚がいるんでしょうか。で、格好は水族館の職員の格好、水族館の職員のような格好ってね。でも小説家が描写するときはいいんですよ。ね。田中場、水族館の職員の、職員のお友達で現れ、お友達とは言わないか。水族館の職員の田中は仕事着の格好で現れたって言ったら、水族館の職員の格好は読者が想像すればいいんであって、それを細かくね、靴は、白い長靴で、ね、ズボンはこうで、とかね、細かく描写しなくても、水族館の職員って言えば、
勝手に想像してくれるわけだ。その辺が私よく分かってなかったんですよね。細かく書けば書くほど、なんていうか、いい作品にノンフィクションであってもフィクションであってもなるって思ってたけど、それは逆でして、読者が想像力を働かせるように書くことがすごく大事だったって、ようやくね、ここ10年ぐらい気づいた。まあそれはさておき、何水族館、なんか地名が水族館ブームなんですよね。北海道の、北海道、ちょっと待って、北海道で有名なった動物園か。旭川動物園、閑古鳥が鳴いてたのを、もういろいろ工夫して、すごい、こう、賑わう場所になった。でね、ネットでどっかの水族館が、その、一律なんでしょうか。とにかく効率だから、儲ける必要はないけど、赤字赤字。で、この職員の士気もね、士気も低いわけじゃないんですよ。そうなんですけど、やっぱり水族館の職員になるような人はお魚大好きで、お魚と接してたらそれで十分で、別にお客さん。だから、不遜な人は、お客が来ない方がいいのに、お客が来ない方が、自分だけ、ひっそりと、ゆっくりと、お魚さんたちと触れ合えるから、その方がいいのに。ね。だけど、まあ、水族館だから、ちゃんとお客さんが来て儲けないと成り立たないはずなんだってことは分かってるんですよ。でも、魚大好き。それで、その旭川の動物園にみんなで見学に行って、したけど、余計なこと、そんなの無理。もう全然条件が違うから。余計こうやる。とか、そこの水族館どうか。ローブなんかね、生き返ったというか、リバイバルがあったみたいですね。水族館リバイバル。だからね、その水族館の名前忘れちゃった。どっかの地方の名前がついた水族館ですよ。で、ブログなんかも充実してて、すごいもう、基本的にお魚大好き。お魚さんと触れ合うのが大好き。という水族館。多分、そこの水族館の話だと思うんだわ。で、絵も描けて、イラストエッセイで、何々水族館の、なんとかかんとかっていうの、奮闘団っていうか、その水族館を立て直した話的なテーマだったんですね。で、水族館の職員が、ね、水族館でモップ掛けしてるっていうイラストね。非常に手だれた線のうまいイラストですよ。それが一冊目。ね、で、二冊目は、残業180時間の私が転職するまでの300日だったかな ?100 日だったかな、なんかそんな感じ。その本のタイトルの付け方のセオリーとして、その読者の印象に残るのは数字を出すのはいいっていうのはね、よく言われるところなんですね、数字。だから180時間だったかな ?180 時間残業って言ったら5で割ると、6で割ると6318。ああ、これ大変ですね。180時間残業だった私が転職するまでの100日 ?300 日とにかく数字が入ってるっていうことがインパクトがある。ね。イラストがね、なんかね、にゃんこちゃん、そういう漫画多いですね。ネットで見てても。その明らかに自分の話のことを漫画にしてるんだけど、なんか得体の知れない、ムーミンの出来損ないみたいなね。そういうスタイルの、それが主人公で自分。で、ご夫婦の場合、その奥さんのこともそういう風にしてるのもあるし、奥さんは普通の人間っていう場合もありますしね。いろいろありますね。で、そのイラストエッセイの場合は、まあそういうのってネットでやって当たったから紙の本にっていうコースがどうも定着してきてるみたいですね。で、イラストエッセイじゃないんですけど、この間取りは変みたいなね。その間取り図の、間取りの平面図があって、そこから物語が始まる、その間取りの建築の専門家が見たときに、え?なんか違和感感じるって感じたら、こう、四角になってる部分がある。窓も何にもない真ん中にスペースがちょこっと空いてる。ね、まあ、それはちょっとした間違いでできちゃったスペースなんじゃない?ところが、2階の平面図を見てその部分と重ね合わせたときに、あの顔が青くなって、まあ、漫画的にはこの辺にダーンとこう青い線がですね、額のところにバーンと入るような、そういうことを発見してしまった。そういう本、これもネットで見たことがあったの、あ、今や本屋さんに並んで、平台に一冊だけじゃなくて、ざーっと並んで置かれる、ご出世なさったもんで、みたいにね、思ったわけですけども、そういう本屋の状況でありました。さて、本屋ということで、
私が作っておりますのが、これ本と言えるのかどうか、議論の分かれるところですが、私はびっくり本と読んでるわけで、本来は、これは自分の名刺代わりの本ということでね、まあ、ずうずうしくもこういうの作ったりとか、まあ、こういうのも作ったんですね。俳句と短歌っていいでしょ。それから、これは父の話をね、人はパンだけできるのではないっていうのを作る。これも名刺ですね。人生は72歳で始まる。こうね、なんか棒を持ってね、スケバン姉ちゃんじゃないですけども、なんでこんな竹の棒を持ってんの？この竹体操っての売りなんですね。この方ね。竹体操ってのは売りなんですよ。これね、イラストがね、いいでしょう。キム先生が描いてくれたら、こう、若々しく、一番素敵な表情に描いてくれる。で、岩井郷土春美伝とかね。だからこういうこの人物伝、あるいは、この名刺代わりの本、ある方は、その、まあ、びっくりもん作ってですね、財界の尊敬してる人と名刺交換の時があったので、名刺代わりの私の本ですってあげたらね、すごく気に入られて、痛く気に入ってくださって、うちに一遍遊びに来なさいって言ってくれた。そういうのね、社交辞令の場合もあるんですけど、まあ、うちに一遍来なさいっていうセリフは、ちょっと、なかなか言ってくれないでしょうね。で、その人が言ってくれたので、誰だかは忘れましたけど、彼はそういうところが来たら、パーッと取って実際行くというところがね、アポイント取って、じゃあ何月何日に伺ってよろしいでしょうかってな感じで行って、今も交流が、また交流が続いてるっていうところがね、高木くんの、なかなかない。偉いとこですよ。出世すると思いますよ。市長さんぐらいになるかもしれませんね。さて、私が今作ってるのは、これの第4版。第4版ですよ。第3、2版までは、イラストの元絵が冴えなかったので、まあ、石破さんにこれ送ったんで、そうか、ビジュアルも大事なんだ、と悟って、奮発して、写真家とか写真の上手い人に頼んで、この写真を撮ったんでしょうかね。これインターネットの石破茂さんの公式のトップにこの画像をバンと使っててね、いいイラスト、いい写真だな、っていうことで、これ写真でやらせてもらった。で、第4版は、去年、大阪のホテルで、ね、ホテルの大きなホールで、立派なホテルのホールでやった、日本国家祈祷会ってね、そこに、石破さん来るはずだったんですけど、その、統一地方選挙、鳥取県全県、全議員に関して、回らねばなりません。今日は、お邪魔することができず、大変申し訳ございません。というね、石破さんのビデオメッセージ、その内容を入手しまして、文字起こししまして、大方ねできました、大方できました。ですから月曜日には出稿してね、で中身をちょっと皆さんにリークしようね、この中身のリークが見れる、新環境出るかなって、こうこれが開けた扉ね。だから前回はこのタイトルだけだったんで、もう発刊の理由をここに書いちゃおうと。で、発刊の理由で私が歌ってんのは、ね、アダム諸房がこの小冊子を、上司するのは、石破さんの政治信条の全てにおいて賛同するということではありませんというアポロジャイを書いちゃおうというね。もう私の、あれですから、もうどんなことでもやり放題ですよ。石破さんの政治家としての姿勢が、自分の、まあ、お友達、ね、お友達だけ優遇って、ここ、十何年の姿勢ですよね。お友達の利益追求ではなく、名もない多くの国民を隣人として愛し、その幸せを図りたいと願っておられ、能力もあると考え、まあ、やらしみないとわからないよね。考え、さらに、主イエス・キリストにあって兄弟であるからですと。その石破さんを文字通りの意味での祈りを持って支えることは当然のことだと思い、そのことを進めるためにこの小冊子は第4版に至りました。で、32ページにあります祈りの提言をお読みくださり、意をお汲み取りくださることをお願いしますというのをもう扉にバンと、もう入れちゃおうと。その次、目次はまだね、作ってませんで、まあ、三部立てですね。まず、去年のビデオメッセージ、私の政治信条と聖書、ということでね。こ
これは映し出されたビデオを皆さんで見てるってこう描きまして、それからですね、鳥取協会で永田善治、ね、永田町で善をもって治めるってね、すごい予言的な名前だなとかって菅原先生言ってましたけど、それの中をね、入れてるわけですね。日本キリスト教団鳥取教会はうんぬんっていうことで、これはまあ手に入れて読んでください。これから四代目のクリスチャン、金森通林、金森通林さんの似顔絵を手にして、似顔絵を手にしてって、この似顔絵がこういうね、これ石破さんがビデオメッセージなんか持って、これの画像を手に入れましたんで、これも入れてね、金森通林回顧録ということですね。これの、ほんでこの最後の方にね、いろいろ調べて、まあ私の本だから好き勝手ね、その後一時期、帰郷し、キリスト教やんぴって言って、同志者でね、の右腕っていうか、一時期は学長代理、社長代理やったんですよ。それがキリスト教一抜けだって言うて帰郷し、そのね、貯蓄奨励運動などに没頭したこともあったが、しかし妻の死に際し、永遠というものを垣間見たね、これまで息して血の通ってコミュニケーションしてた奥さんがピクリとも動かさない、脈もない、息の吸い吐きもない。それを見てですね、その自伝に書いておられるんですね、金森通林さんが。で、その自伝を読んで、ということでね、私がまあちょっと読んでじゃないんですけど、引用させてもらったネットに載ってるね。しかし、妻の死に際し、永遠というものを垣間見、目には見えないが永遠に価値ある無限のものに生きる。ね、永遠に価値のある無限のものに生きることに目覚めた、そういう生涯であったと慶和学園大学元学長の北垣宗司氏は指摘しているというふうにね、ここで慶和学園大学、新潟県の慶和学園ですよ。これは高校とか中学があって、で2000年代に入ってからかな、1990年代終わりかな、大学まで設立してたんですね。私浮かずにも、ちょうど私がクリスチャン新聞辞めたりする頃だったから全然気がついてなかったですけど、慶和学園大学まで設立して、ネットで調べたら大学設立するとき本当に大変だったっていう話をね、書いてました。北垣先生自身筆を取って、文科省との折衝ね、で文科省の方も一遍私学が始めたらね、そういう大学事業っていうことを始めたら中途半端に投げ出すということは絶対にしてもらったら困るということでね、非常に厳しい条件をいろいろで、この最終的にはいくつかの学校が用意どんで、その番号札を取ってね、番号札を取るために朝早くからその館長の文科省の建物に出向けるために、もうそう、もう前の日から準備して、早朝から準備して、用意どんでね、一番ゲットしといて、採石より始まりだ。で、いくつかので、それで落とされる学校もある。これまで散々やってきて。で、慶和学園は、そこで、ね、そういうものをすべてくぐり抜けて、慶和学園大学っていうことをね、そこの学長をやった、その一番最初に作った時からの学長をやった北垣宗司先生。この方も同志者の流れですよね。うん。で、その、同志社系の学校の、まあ、同志社の大学かな、チャペルにおいでになって、その時の原稿っていうのが挙げてありまして、まあ、金森通林という人についていろいろ研究をしておりましてっていう前書きでね。で、一等はじめにこの話、永遠の層に目覚める。層っていうのは人層の層ですよね。で、ラテン語でこう言うんだ。ね。永遠の層に目覚める。で、北垣先生の注釈は、そのキリスト教的なものっていうのが、その死んでから後神の裁きがある、そして
永遠という観点から見た時に価値のある仕事ね、奥さんが死んで、ね、死ぬ間際の若い娘にね、この素晴らしいダイヤモンドどうだ、このダイヤモンドを君にあげようって言われても、彼女は喜ばないでしょね。そういうもんじゃないですか。永遠の層っていうのはそういうことだ。そういうことを金森通林は自分の奥さんを亡くすという経験を通して、自分の奥さんの遺骸を目の前に見るということを通して非常にまあ感動した、感銘を受けたっていう書き方がしてあったって北垣さんは書いてますよ。永遠の層に生きるということに金森通林は目覚めた、そういうことがあったんだっていうことを最初に書いといて、まあ帰郷したことがあるとかね、貯蓄奨励運動やったとかで、他の熊本バンドの人たちのエピソードもまあこれぐらいのスペースにギュッとね、まあチャペル20分あるかないかでしょう、話の時間そんなないかね。本当にエッセンス中のエッセンスですよ。で、北垣宗司先生がお書きになってるやつ、北垣先生が金森通林の伝記を読んで、ここが一番大事なとこ、チャペルでみんなに言いたいとこっていうのを最初に持ってきた、そこを取らせていただいた、永遠というものを垣間見、ね、目には見えないが永遠に価値ある無限のもの、無限のものっていう表現も北垣先生使ってましたね。だからこれは自伝に自分が使ってたんでしょう、金森さん本人が。そこに生きることに目覚めた生涯だった。だから北森さんの、まあ、一つの文学的な主意としては、おそらく金森の通林って、金森の、生き様ってなんかこう、幅がガッガッとあるけど、結局、永遠に価値のあるものに目覚める。そういう、生き方だったんじゃないのっていうことを北垣さんは言いたいのかなと私は勝手に解釈しまして、私の石破茂語録第4版ね、ひいおじいさんが金森通林さんっていうね、今1000人とか言われとったんだそうです。まあ何にしても変わった人であったようでありますが、それが私の祖父母、曽祖父でありますね。これの注釈としてこの話を書いておるっていうことですよ。で、これがあって、これからもちろん石破さんの写真も入ってですね。中身をね。私の顔ばっかりでもありだし、この中身ばっかりですよ。まあ、これはビデオメッセージの中の一コマですね。本がたくさんありますね、本がね。で、後ろにね、なんか夜行電車、夜行特急かなんかのね、プレートが飾る、これには映り込んでないかな。ヤクモかなんかのね。あ、これ鳥取教会の写真、これウィキペディアから拝借をしました。鳥取教会で、鳥取教会の永田禅師牧師の解説も入れてると、同志社とかね。で、こういうとこで話しましたっていうね。それでその次はね、石破茂語録、これは第一版から入れてるやつで、全部ではないですけども、で写真もこういうのバーンと、これいい写真だよね。これいい写真だよね。もう1ページでバーンと。まあ大胆に、祝軍演説。祝軍演説。これ斎藤隆夫っていう人がいたんですね。だから、戦時体制に入って、ね、国家総動員法ってとんでもない法ですよ。国のすべての資源、人的資源、物的資源を、政府が統制運用できる。だから誰でもほっと捕まえて、はい、軍のため働けって言ったら、法律的に逆らえない。そういう国家総動員を、それに反対したわけですよね、斎藤隆夫さんね。それから、1940年、支那事変後の軍部の政治介入を批判する反軍演説というのをやって、当時の帝国議会衆議院議員のほとんど圧倒的多数を持って除名されちゃったってわけですよ。で、その際に反対したのは7人しかいなかった。これ石破さんの演説の内容ですね。兵庫県田島にて、兵庫県田島にて、ということでね。反対したのは7人しかいなかった。しかし田島の有権者はその後も総選挙で斎藤隆夫議員を
トップで当選させたのです。この田島の力、その力をどうぞ日本国にお与えいただきますよ、心からお願いします。そういう演説を1918年安倍さんと争った総裁選の時にしてるわけです。だからその時にね、一般国民の党員は圧倒的多数で、あの石破を選んでるんですよね。石破にしときゃよかったのにって、そういう意味合いも込めてこの石破茂五郎第5版4版出すわけですね。ところがまあその斉藤隆夫は除名って、こんな不明のことないですよ。それから大政翼賛会ってね、一度は聞いたことある名前、大政翼賛会で、政治も全部の政党が団子みたいにくっついて、翼賛議員同盟、翼賛議員同盟ね、自民党も公明党も社会党もみんなくっついて団子になってね、翼賛議員同盟、この国家が戦争してるのを翼賛するんだ、とんでもない体制ですよね。そう、翼賛議員同盟に所属しない非推薦で当選した人が何人かいるわけで、斉藤隆夫さんっていうのはそういう人なんですよね。今お国のためにってみんながわー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 言ってる時に、そういう立場で出てね、兵庫県5区において最高票数で再当選を果たしたね。そして彼の出身地、斉藤隆夫の出身地伊豆市に記念館、静止館があるとね。静止館ってのは文字か、これは私が後で書き起こしますんで読んでください。で、ここのところ、この静止館で講演したのかもしれませんな。反対したのは7人しかいなかった。ね。斉藤隆夫議員、辞めさせろっていう動議が出て、でも7人も反対した人がいたとも言えますよね。どう見るかですよ。そして、田島の有権者はその後も総選挙で斉藤隆夫議員をトップで当選させた。だからこう、鳥取とか兵庫県田島とか、こう日本海側にこういう熱いドラマがあったんですよね。熱いドラマがね。だから昨日とか一昨日とか語りましたけど、北端大震災、豊岡とか、城崎ね、で震災で大変なんでね、鳥取バンドの人たちが救援隊を組んでね、救援に押しかけて行った。その中に若き日の永田善治、後に鳥取教会の牧師になる永田牧師がいてね、若き日の石破茂が洗礼を受けるときに洗礼授けたのはその牧師だ。もうドラマはね、つながってるわけです。さてね、一番最後のこの祈りの課題のページですよ。ここは相当ね、いろいろ考えてインスピレーションが出てくるようにね、こういうふうに代替してみました。これであとは整えるだけですね。これはですね、祈りの手。で、これね、これちょっと珍しいパターンでしょ。で、こっち一つだけにして、これを描いたデューラーっていう人、それからこの絵についての解説をちっちゃい文字つけようかなと思ったけど、この絵が出てきたので、もうこれだったらそういうのいらないなっていう今の判断です。そしてね、他のページとこう特徴付け、差をつけるために、これいいでしょ、このイラスト。ブドウですよ、ブドウ。もうちょっと色を濃くしておいてくださいな。それからここにですね、このイラストを入れようと。これはですね、これはですね、あれなんですよ。ウィリアム・ブレイク。ウィリアム・ブレイクなんですよ。ウィリアム・ブレイクなんですよ。それでね、その次にね、これを入れようと。あれ？これって言ってたのがないな。ちょっと待ってよ。これこれこれ。これがですね、ダビエとゴリアテ。これはもっと最近の、でも1800年代だから、もう著作権フリーになってる。で、このページはまだ埋まってませんけど、内容的にはこの祈りの課題の解説ですよ。皆さんピンと来てないんで、ね。政治家はじめ各分野で隣人を愛し、誠実公平、正義をもって自分の職を全うするとしようとする人々、ことにキリスト者である人にさらなる守りと導きがあって、ね、彼らが有利なポジションについて能力を発揮し、願う仕事ができるようにしてください。ね、有利なポジションについて、ここですよ。ね、
これは結局効果としてはね、イラストで表すとこういうことですよね。ゴリアテが勝ち誇ってお前らの神なんか力があるかちょっとね、なぶってるわけだね、神の民をなぶってるわけだ、ということで44秒ですね。それでお聞きになってるあなたに、天地を作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、今週の日刊生放送すべて、コメント欄新反響ホテルから他外出先からご尊願のみということで、ちょうど7日です。